こんにちは。アマゾン演出サポーター、堀秀夫です。アマゾン演出で儲けるために、仕入れ資金はいくら必要かサポート費用は分かったと。じゃあ、仕入れいくら用意すればできるんでしょうかという質問をね、よくいただきます。仕入れ資金はゼロでも大丈夫でしょうかというようなね、質問もまだ未だにいただくんですけど、仕入れ資金はゼロでも大丈夫と。 仕入れ資金がなければ、まず無在庫で始めればいいです。まずは無在庫販売で稼いで、稼いだ資金で FBA を始めましょう。これがよくある回答例ですが、基上の空論です。無在庫でお金を使わずに稼ぐのはとても高いスキルが必要です。普通の人にはまず無理、ね、少なくともいくら必要でしょうかと言ってるレベルの人が無在庫販売で稼げるということはね、 ほぼありません。FBA で出品しているライバルがいなければ、ね、FBA で出品しているライバルがいれば、無在庫ではカートが取れません。そのため、FBA 出品者がいない商品、そして、オーストラリアへの送料を引いても、なおかつ儲かる商品を探す。まあ、できないとは言いませんが、難しいです。そんな無在庫販売の3つの欠点、ね、 まず、売れない。これが一番の欠点ですね、えー。出したところで結局売れないです。えー、無在庫じゃカーとか取れないので売れません。二番、見つからない。FBA の利用の場合は、たくさんの商品を一緒に送るので、一つあたりの送料は、まあ、200円ぐらいで済んじゃいます。一方、無在庫販売の、ね、無在庫利用の場合は、売れた商品だけで送りますので、まあ、送料は、ね、10倍の2000円。 これが最低ですからね、オーストラリアに送る送料は最低が2000円なんで、それ以上の、ね、利益は取れなきゃいけないと、まあ、少なくともね、これ、例えば、えー、同じ商品が自己発送で売ったらね、2000円の送料を取られて、儲かんない、トントンだったと、同じ商品が FBA で売ればね、1800円の利益が出るわけですから、 まあそれ考えたらね、その差を埋めて、なおかつ儲かる商品を探すっていうのは、すごい大変です。ね、私も全く、えー、それは自分でもやりたくないし、えー、なんでね、安い商品でいいから買っておくりゃ簡単に売れて儲かるのに、わざわざそんな苦労してモザイクをやるのかというね、えー、理由がよくわかんないです。で、3番、もったいない。ね、FBA で売れる商品を探す最も確実簡単な方法。 無在庫で売れてる商品で FBA 出品者がいない商品に FBA 納品すると。だから無在庫出品者は一回売れたらその商品をまた売るね、リピート販売を狙ってると思うんですけど、実はもう一回売れてリランキングついた段階でね、FBA を利用してる人、まあ、これ売れてんじゃんということで FBA 入れちゃいますんで、そしたらもう無在庫で売ってる人は売れません。ただで FBA を え使ってる人のために商品リサーチをしてあげてるようなもんです。FBA に在庫を入れれば、商品を独占できて儲かったのに、ね、無在庫で販売する場合は、FBA に相乗りされたら終了です。儲け損ないます。まあ、そもそも Amazon が儲けやすい理由はね、FBA を使うから儲けやすい仕組みになっています。FBA 利用を前提にしないなら、Amazon を使う意味がないと。 もっと言うと、無在庫で販売するなら、Amazon を使わない方が稼ぎやすいです。まあ、そもそもね、稼ぎやすいったって、まあ、eBay とか、ね、ネットショップでやるのは稼ぎにくいんですけど、それにしても最悪なのは、Amazon プラス無在庫というのが最も稼ぎにくい方法です。仕入れ資金があって、Amazon を使うからこそ、Amazon 室が稼ぎやすいわけです。じゃあ、仕入れ資金は必要なの分かったと。いくら必要なんだということなんですけど、 仕入れ資金は20万円を目安にしています。仕入れ資金は送料込みで20万円を目安にしています。最初に2万円。これ送料込みですね。で、様子を見ると。で、あまり売れなかった。あるいは全く売れなかった。ね。えー、言った場合には、えー、2回目も2万円で納品すると。でね、えー、ちょっと売れたらその売上げになった分も仕入れ資金に回す。全く売れなかったら当然、えー、前回の売上げないんで2万円で納品すると。 まあこうやってね、20万円を十分割して、えー、商品を送ればね、十、まあ、分割でね、仕入れ先とかね、あるいはカテゴリーをバラして送って、それでも儲かる商品が全く見つからないというのはね、ちょっと考えにくいです。ね、あの、バラして、えー、送ればどっかはヒットすると。ね、ですから、くれぐれも1回目から一気に告げ込むのは NG です。 はじめはもうね、やったことないわけですから、売れるはずだという思い込みでね、ガツンと仕入れると。中に100個も200個も仕入れる人いますけど、まあ見事に玉砕します。はじめは少なく、ね、売れるのが分かったら増やすっていうのが鉄則です。えー、ひどい、ひどいというか、下手なパターンは逆。はじめドカンといってね、売れないからどんどん絞んでいくと。これは間違っても、えー、儲かる商品見つかりません。でもしも仕入れ資金が順番になら1回1万円かける10と。 まあただ、送料込み1万円ってあんま商品テストできないんできついですね。送料も割高になりますし。で、十分商品が見つかったら仕入れ資金を増やします。例えばね、これあの3回目でもう儲かる商品ね、このいいの大ヒット見つけちゃったよと言った場合にはもうえ4回目以降のえ仕入れ資金、まあ、全部と言わず半分ぐらいね。だから3回だと6万円使って20万だと14万残ってますんで、えー、その14万の半分7万円。 7万円プラス3回目の売り上げ、えー、代金、一気に10万円超えとかそういう形にすれば、ね、本当に精神衛生上良く、ね、なおかつ確率高く儲かる商品が見つかります。で、まあじゃあ20万あった方がね、えー、商品見つけやすいのは分かったと。でも、ね、マニュアル買ったら20万用意できません。言った場合にはどうするか。まず、一番無難でおすすめなのは不用品を売ると。 私が初めて物販、ヤフーオークションを始めたときは、不要品を販売するだけで200万近くの資金が確保できました。まあ、そんなね、いらないものをどっさり持ってる人、世の中にあんまりいないでしょうけど、まあ、少なくとも不要品を売れば10万円程度のお金ができることが多いです。ね、これ、まあ、必需品じゃないから、とりあえず仕入れのために売っちゃおうかなという商品をね、えー、ヤフオークなり、メルカリなり、アマゾン、日本アマゾンなり、 で調べてあ10万円いけそうだなという場合は逆にねかなり、えー、見込み儲かる見込みが高いですそのいらないものを10万円分売れるものを持ってるという生活習慣がすでに、ね、儲かる可能性が高いですただ普通は、ね、不要品売ったまんまお金にならない人も、ねえー、いる10万,10万いきませんみたいなね、まあ、そうなってくると結構渋いんですけど、まあ、ただ 儲からない無在庫で出敗をする時間があるなら、バイトをして仕入れ資金を作った方がいいです。まず、無在庫販売やってもね、本当、面白いように儲かりません。だからね、バイトで、まあ、普通に時給1000円とか、ね、時給1000円のバイトも、1日4時間働いて4000円、週5日で2万円、月4週間で8万円、 2ヶ月あれば14 16問できるわけですから、まあ、その方が現実的ですね。今あるお金、プラス4万円で、えー、バニュアル買って仕入れ資金を増やして20万円にして取り組むと。うんまあ、それが事前の策です。で、3番目、ね、少ない資金でももう始めちゃうと。ねまあ、少ない資金で商品探しの精度を高めれば、儲かる商品が見つかります。 お金が十分あって、数打つ方がはるかに楽なんですけど、まあ、下手な手ー数打ちゃ当たるじゃなくてね、いろんなもん、日本は本当にあの、高く売れる商品いっぱいあるんで、いろいろ手当たり次第にね、買っておくりゃ、ああ、こんなの高く売れるんだっていうのは見つかるもんなんですけど、要はそれをね、打率高めないと仕入れ資金少ないんで、えー、ショートしちゃいますから、調べる時間を、ね、精度を上げなきゃいけない。 まあしんどいですけど、やってやれないことはないかなという感じですね。あるいは危険を承知でクレジットカードやカードローンを用意して自転車操業で始めちゃうと。ねまあ、私なんかまさにこのタイプなんですけど、まあねえー、たまたまうまくいきましたけど、まあ、プレッシャーに強い少数の人以外にはお勧めできません。うわ、これもうどうしよう、返せなくなったらどうしようとかでね、眠れなくなっちゃうような人は、これは絶対やんない方がいいです。 中には無責任にあのカードで回しましょうみたいなねえ大丈夫ですあの売り上げでカードを支払いませんみたいになってるえのたまに見ますけど売り上げって必ず入るとは限りませんからね返品もあるしねあのもしかしたら売れると思ったけど売れないってこともあるんでまあそういうプレッシャーに耐えられるかまあできればこのね3番目はおすすめしませんけどまあ方法としてはねいやいやもう 今あるお金でやれるだけやってみるというのも、ね、タイプとしてはありかな。ありかなっていうか、私は進めないけど、そんなタイプかなという感じです。そして、必ず売れます。必ず売れますっていうのは、売るところまではこの、今回ね、用意している Amazon、えー、輸出マニュアル、特別モニター申し込めば、必ず、ね、アカウントができて、売れる商品を見つけるところまでは到達します。これね、私としてはね、 Amazon っていうのはね、まあ、えー、やったことあればその方法を同じように教えてね、で、うまくいかなかったらその解決法は、えー、推察するか、まああの、サポートを利用するか、まあ、あるいはネットで調べるか、ね、ネットで調べて日本語じゃ情報出てこなくても、英語で調べれば大抵情報出てくるんでね、まあそうすればアカウントをね、えー、作って販売するってとこまでは、まあ100%到達できると。ところが、 これができないマニュアルや塾がたくさんあるということがね、たまにこの、そういうとこに入った人がね、私のとこ入ってくれて、聞いてびっくりするんですけど、いやいや、一緒に入った人、何人も知ってる人はみんなアカウントサスペンドになっちゃいましたよ、みたいなね。何それって感じなんですけど、アカウントできたけどサスペンドになっちゃったとかね、そもそもそういうアカウント作成とか基本的なことはね、サポートしないから自分で何とかしろとか、ぶん投げちゃうとことかね、すごいとこたくさんありますけど、 少なくとも私のこの今回用意している Amazon 輸出マニュアルサポート特別モニターは必ず講座できて売れるところまで到達できて NG 商品がどういうものなかもわかるからまあやればね販売する入り口スタートラインには立てますそんなわけでねまずは儲かる商品の実例とサポート内容を確認してください、まあ、正直に言うと 実際に仕入れて販売してみないことにはさっぱりわかりません。ね、20万必要だって言っても5万円で済んじゃう人もいればね、えー、自力でやったら20万じゃどうにもなんない人もいますけど、まあ、ただその場合でも売ってね、こうやったんだけどこうなりましたと言ってもらえばね、えー、まあ、うん、あの、ちょっと見つける場所を探しましょうとかね、えー、ちょっと自力じゃ無理そうだから頑張ってお金貯めて個別サポートにアップグレードしましょうとかね。 なんああらかの身のあるアドバイスはできますただ、何もやってなくてねいきなりいくら必要ですか私でも稼げますかと言われてもまあ今回特にマニュアルサポートなんでね個別サポートであれば未経験者で素直で金持ってりゃね必ず儲かるところまで到達しますけどまあマニュアルサポートですからねまああの今何も分かんない段階だと本当に占いレベルの答えしか出せないです。 でも、お金があればあるないに、お金がなければないないに工夫して、サブらず続けていれば稼げるようになります。ね。あの、もう必ずもうすごいチャンスだから稼ぐんだということで、続けていけばね、えー、商品見つけるセンスがなくたって、やってりゃそのうち当たります。なんだって、オーストラリアと日本はね、そもそもの物価が3倍違うんで、3倍で売れるものを見つけるのはね、あの、ただ続けりゃ見つかりますんでね。まあ、そんなわけで、アマゾンがオーストラリアに上陸で、 FBA 販売を開始しましまた日本に住んでいるあなたはオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。